ありがとうございます。さあこの後ステージはですね、何やら何やら可愛い、わかるお名前、あ、お、コケマル有名、すごい、ありがとう。はい、今日はですねリレーウォーク一緒にね、ね、コケマル歩いてくれたんだよね、ね、それから、ね、会場の皆さんと触れ合ったり、今日、ね、会場を盛り上げていただいてます相模原市のシティセールスサポーターをしてます。それから、相模原市の中央商店街のイメージキャラクターの、コケマル改めて紹介します。ありがとうございます。今日コケマルありがとうね。で、コケマルはですね、相模原市のいろんなイベントで大活躍していて、今ね、ブームでゆるキャラブームなんて言われてますけども、いろんなコンテストなんかにも、ね、出ていたりとか、市外のイベントにも多く出演をしていて、本当ですね、コケマルは相模原市の中央商店街が、市内の絵本コンクールをね、主催してまして、小学生たちが描いた絵本の中から生まれたキャラクターなんです。当時小学校5年生だった権田美久ちゃんが、コケルンっていう絵本を描いたんですけど、コケのコケはね、コケマルのコケはモノコケ、緑色のコケを表していて、コケはいろんなね、生き物たちがパクパク食べて大きくなって食物連鎖を起こしたり、あとは仲間を増やしてお友達がいっぱいになるんだよって、そんなイメージからですね、コケマルという新たなキャラクターとして登場しました。で、コケマルに握手をするとお友達が増えるんだよっていうね、すごい伝説があるので、はい、なのでこの後ステージ降りたらコケマルと仲良くしてあげてください。それで私、司会を務めさせていただいてましたルーですけれども、相模原市の同じくシティセールスサポーターをしてまして、一緒に相模原市を元気にしていこうっていう活動をしてるんですけども、そのコケマルとのイメージソングを、私ルーが縁があってですね、作って歌っていますので、今日はコケマルで、コケマルと歩こうっていう歌を一緒に、ちゃんと体操もできてて、今日はね、高校生たちも来てくれてるんですけど、一緒にその体操やっちゃおうかなって思ってるんですけど、いいかなということで、みんなに元気を届けようぜ。じゃあ橋本高校の皆さん、お願いします。じゃあコケマルとこの後踊ってくれる高校生たちと一緒に、ここからの1時間ルーのいろんなコラボでお届けしたいと思います。じゃあみんなでお届けするコケマルとアルト。
またこれからも一緒に踊ってください。さあポケマルこの後も会場盛り上げてくれるかな。いいと思う。ということでポケマルと橋本高校とその他の高校生の皆さんでした。ありがとうございました。はい、じゃあゆっくり戻って。はい、本当ね、コケマルと握手していくといいことが起きますよ皆さん。お友達 たくさんできますからね。さあこの後はですね、今後ろを飾ってくれた高校生たちが素晴らしいダンスを披露してくれます。準備はよろしくて、高校生準備よろしくて、いいかな。コケマル理事長、コケマル理事長、高校生呼ぶわよ。続いては高校生が素敵なダンスを披露していただきます。まず最初はリトルガールズ。こんにちは、橋本高校ダンス部です。本日はダンス部を代表して2人で出させていただきました。皆さんに笑顔や元気を届けられるように頑張りますということでお願いしたいと思います。リトルガール。もう卒業したら何か何か何になるんだみたいなのありますか？まだちゃんと決まってなくて、まあ学校は行きたいのはもう決まります。ダンスは？ダンスは
保留保留、はい。でもこれ普段今もうダンス部としてはもう3年生ってまだ引退しちゃってるのかな。引退しました。じゃあこの練習は2人でこっそりと今日はあのリレーフォーライフ2000ジャパン2013相模原このイベントに参加されました。あのね、いろんなこの趣旨とか、この会場内のいろんなもの少し見て回ったかななんて思うんですけど、あの普段、ね、健康とか、ね、命に向き合ったりすることとか、まあ、時としてまだね若いし高校生だからそんな少ないのかもしれないけど、なんか考えたりすることあるのかな。食べ物、生活とか気をつけて、運動もダンスとかして汗流したり してますね食べ物と運動して健康管理をしっかりしてるということですね。今日はですね、このリレーフォーライフずっと24時間歩いてるんですけども、ね、がんの患者さんだったり、それからそれを支える方だったり、その家族だったり、いろんな方が参加してくださってるんですね。で今日は高校生がねいっぱい来てるので、この後も啓発ブースとかがねありますから、若いという高校生とはいえ、はい、いろんなことがね、分かる知識として情報としてあるとすごくいいと思うので、この後もねたくさんこの会場でいろんなことを吸収して、いろんな方と触れ合って、命の大切さみたいなものをね、また自分たちの学校に帰ってお話ししてくれたら嬉しいなとルー姉さん思うんですが、どうですか。します、話します、話します。ということで、その若い世代にはバトンをタッチをしまして、どうかな、ま、もう大丈夫ですか。はい、よし、ありがとう、お話にお使いいただきまして、さあ準備が整ったようです。リトルガール、ありがとうございます。名前聞いとこ、ごめん。福島ひかりです。ひかりちゃんでした、ありがとうございます。さあさあ次呼びますよ。次は今度、4名でお届けしたいと思います。ワイルド系7、どうぞ。私たちはコンテストや地域のお祭りなどを中心に活動しています。私たちの世界観をぜひ感じてください。それではお願いします。ワイルド系7。
喋らない、喋らせよ。はい、本格派ダンス、これアニメーションとかなんの？ブレイク、アニメーションっていうダンスの種類になるんですが、ね、これからもイベント出演情報なんかありますか？そっかそっか、10月27日相模原フェスタね、確かエントリーしていたような気がします。はい、なのでね、その辺もまたお目にかかれると思いますが、名前だけ教えてください。加藤春菜です。マナーです。ナオです。あやめです。ルーです。はい、あの高校生たちがですね、素晴らしいダンスをお届けしてくれてました。本当にカリちゃんも、カリちゃんもね、はい、今回橋本高校を中心に3年生と、2年生が2人、3年生2人、2年生が2人、あ、1年生が1人、あれ情報違う、3年生2人、はい、3年生、2年生、はい、1年生が2人ということで、フレッシュな高校生がダンスを披露していただきました。リトルガールズの2人と、ワイド K7 の皆さんでした。盛大な拍手をお願いします。どうもありがとうございました。できたらと思います。最後までお楽しみくださいとメッセージをお預かりしています。早速いいかな。それではお願いします。リアルスタイル。本日のメンバーは、ゆずき、れい、しほ、あんり、そら、
7名でお送りしました。皆さん最後までお楽しみください。I think I see where we're going with this one, Eve. Hey. Been around the world and back, yeah, I did that. Still kick raps that cause impact. So where my kids at? These motherfuckers hating, sounding funnier than Sinbad. I'm your ass, the feels that they give you when you can laugh. This, that, the other, kiss your mother with that, man. Be the assholes that she gonna do about. We just storming the house, open the door through a cloud. Got an absorbing style, just be sure this well. 6:30 in the morning and there still ain't sound just slowing down. Tryna party, let me see you raise your hands.一緒にやることがあるんで、今日もこの後ルーのライブをお楽しみいただけますけど、リアルスタイル登場しますから、ぜひ最後まで見ていってください。さあこの後は私総合司会を務めていますルーがマイクを持ち替えてて、同じマイクなんですけど、この後少しライブを披露したいと思います。皆さん元気を届けられるように精一杯歌いたいと思います。さあルーライブでお楽しみください。
このねリレーフォーライフジャパン2013相模原、昨年私山下公園のリレーフォーライフに参加したのがきっかけで、この相模原共同主幹となっている相模原共同病院さんがねそこにいらっしゃって、でそこでご縁をいただいて、今年は相模原でやるんだよ、でさなんか手伝ってくれないかなってお声かけていただいてまして、それで幸せなご縁からこのステージ立たせていただいてます。自分も1月に本当に無敵だと思っていた恩師がですね、肺がんのため1月に他界してしまったんですけど、そんなことからいろんな、痛みや苦しみや命と向き合うきっかけも歌を通して自分なりにも考えたりもしています。で今日こうしてたくさんの方の、ね、笑顔に触れながらスタッフ含めて交流させていただいてるんですけども、何かねまた明日からの力になれるようなそんな2日間にできたらいいなと思ってますので、この時間精一杯歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。そんな命と向き合うことになった、2010年ですね、自分もなんて歌ってるんだろう、本当の幸せって何だろう、本当の悲しみって本当は何だろうっていろいろ考えることがありました。時代を担う子どもたちと一緒にこれからつないでいけたらいいなという思いで、作った一曲をお届けしたいと思います。喜びや悲しみの涙。
高校なんですけど、当時中学生が一緒に歌ってくれてます。リコーディングしました。なんかね、こういった子どもたちから自分の手から手でつないでいく、そんな活動が歌を通してできたらいい幸せだなって思ってます。青い空見上げつながる世界、青い海眺めつながる世界、今生きているこの奇跡にありがとうを伝えるよ。もしよろしかったら皆さんも一緒に歌いましょう。青い空見上げ、いきますよ。そんな元気なナンバーをお届けします。なんだレモン。人生いつからでもスタート切れるんだよという応援歌になってます。相模原ののじま相模原ライズアメリカンフットボールチームの応援歌になってます。毎日走ったグラウンド先に
い、ただいまルーガーステージをお届けさせていただいております。本当に、ね、このリレーフォーライフの貴重な時間をいただきまして、歌えること本当に光栄に思います。あの、私もこの相模原がふるさとで大好きな場所 で、ここを発信にたくさんの出会いをいただいて、本当に毎日宝物を得ている気分で、今日もこの会場でたくさんの人と出会いました。なんかそんな出会いが自分の力になって、それから明日からの自分の艶やかなね、豊かな本当に輝きになっていく、そんなあの繰り返しというか毎日を送らせてもらってます。その相模原で、たくさんの出会いの中で、私は相模原のシティセールスサポーター、大きくなった政令指定都市の相模原をいろんなところにいいところだよって発信する役目をですね、移植を受けて頑張らせてもらってるんですが、あの相模原以外にも相模原からつながる友好都市があったりあのするんですね、たくさんあって、でその中であの私は仙台の東北福祉大学の時に大学4年間ふるさとを離れて出かけていたので、あの大学に行っていたので、あのふるさとを離れた4年間がありました。でも2011年の震災を受けて、たくさんの仲間があの東北で頑張っていて、そして相模原市の友好都市でもあるあの岩手県大船渡にもあのきっかけをいただいていくことができました。まあ、そんな中であのいろんな意味での命の大切さとか尊さとか大切あのそんなことを感じながら相模原に戻ってきたんですけども、そんな遠いソナーでつながるこのイベントもそうなんですけど、全国各地で行われているこのイベントもあの相模原ではだけではなく、あの、ね、地方いろんなところでやってる人たちに思いがつながるように、そんなこんな空でつながっている思いをあの形にした、曲がありますので、ここでお届けしたいと思います。君を思う。
ます。君を思う、お届けしました。本当にたくさんの思いやりとたくさんのパワーがこの空を通じてつながりますように、私もこのリレーフォーライフジャパン2013最後までこのライブと統合司会務めさせていただきたいと思います。それではこの時間のルーのステージ最後の曲になりましたが、先ほどね元気に踊ってくれたリアルスタイルの子供たちとね、はい、一緒にコラボレーションしたいと思います。彼女たちさっき4回も衣装替えしたのに、私ずっとこのまんま今日衣装忘れちゃったの、ごめんね、せっかく合わせたのに、ね、はい、じゃあ最後の曲はこんなにたくさんの人と出会えたことに感謝して、それからもっともっとたくさんの方が幸せに満ちあふれますようにこの曲で終わりにしたいと思います。リアルスタイルとコラボでお届けします。
お時間ですかね、委員長。これからまだまだ頑張っていきますよ。この後司会にもなってる、頑張ります。ありがとうございました。リアルスタイルに拍手。じゃあ一緒に上がろう。もうみんなお揃いのタオル、これルータオル、ルータオル、ちょい PR。 ありがとうございました。皆さん盛り上げていただいて本当にありがとうございました。この後は少しお時間を間いただきまして、5時からですね、ノンシャランさんによりますサックスとピアノの演奏がございます。お時間が、までお待ちいただきたいと思います。そして、この後4時41分頃かな、 FM 横浜の、いいねグッドフォーユー生放送ありたりしますからね、ホズミに声援を送っていただきたいと思います。どうも